丸山陽次は日本の文部科学官僚、ノンキャリア初の文部科学省局長として、文部科学省初等中等教育局長を務めた後、ノンキャリア初の事務次官級として、文部科学審議官に昇格、大分県出身。1981年に大分県立大分上野旧高等学校卒業後、大学受験浪人となり、 同年国家公務員採用初級試験合格。1982年大井大学大学事務局入局。同総務部勤務を経て、上司の勧めで転任試験を受け、1988年文部省配属。自治官僚出身の真じま秀の下で自治体経営を学びたいと考え、法政大学大学院公共政策研究科に入学し、2017年に終了。 中止。文部科学省大臣官房会計課地方、財政室長、文部科学省初等中等教育局財政課、教育財政室長等を経て、2016年文部科学省、初等中等教育局特別支援教育課長、2017年文部科学省、高等教育局私学部私学女性課長、2018年に、玉上明と共に、 文部科学省発足以来初となる、ノンキャリア出身審議官として、文部科学省大臣官房審議官兼、内閣府子ども子育て本部審議官に昇格。文部科学省における再就職等規制違反事件や、文部科学省汚職事件を受けた、組織改革の一環として、2019年に、ノンキャリア初の文部科学省局長として、初等中等教育局長に昇格。 昇格後のインタビューでは、異例の人事について、正直、驚きましたとコメントした。現場主義を辞任し、好きな言葉は一具を照らす。局長として、長年関心を持っていた、教育条件整備等による、教育格差解消などに取り組んだ。2020年ノンキャリア初の事務次官級文部、科学審議官に昇格。ありがとうございます。